皆さんこんにちは。今日はですね、国連で、国連の人権委員会で秘密保護法のことが取り上げられたということで、実は私も行ってたんですけれども、若手の弁護士でですね、現地に行ってくれていた小川隆太郎弁護士に来ていただいております。その日本の NGO を代表して国連の場でプレゼンをして、勧告を取ってきてくれたということで、聞いていきたいと思います。まずどういう経緯でそのジュネーブに行くことになったんですか？はい、そもそもですね、その今回国連で勧告出たんですけども、その際に事前に発表されている検討課題の中にはこの特定秘密保護法を含まれていませんでした。しかし今の日本においては、皆さんご存知の通り、この特定秘密保護というのがとても重大な人権問題として存在しているということで、ぜひこれを、この問題についてですね、取り上げてもらって勧告を出してもらおうということで、私が、NGO を代表して、参加してまいりました。はい、でジュネーブに行ってですね、どんなことをやったんですか？はい、事前にですね、19団体で共同レポートを出したんですけども、そのレポートを踏まえて、私が、3分間、委員に対してプレゼンテーションを行ってですね、どういった問題が含まれているのかということを口頭でも説明しました。で、私が指摘したのは3点ありまして、1点目は、人権侵害というか、どういった、情報は、指定してはならないかという規定がないので、そういった規定を追加するべきだという点と、あとは、内部通報者や、ジャーナリスト、あるいは、人権活動家を保護する規定が十分ではないと。で、第3に、その第三者機関、第三者監視機関をもっと規定したものを作るべきだという点です。で、この時も質問が出ましたよね。はい、日本でもうこの法律は適用されてるのかとか、結構委員の関心が高まってるような感じだったんですよね。さっきも言ったように事前課題が含まれていなかったので、そもそも今回勧告が出るかというのは本当に直前まで分からなかったんですね。で、非常に不安だったんですけども、今回このスピーチをした時点で一人質問してくださったので、ちょっと手応えあるかなということで、その翌々日の本審査をちょっと期待を持って臨みました。はい、本審査でもなかなかね、質問してくれる人が出てこなくてですね、ちょっとハラハラしたこともあったんですが、はい、2日目の審査でね、はい、質問者が出たんですけど、はい、どなたがどんな質問してくれたか。はい、ドイツの、フォーさんという方がいらっしゃいまして、セーベル・フォー委員というんですけども、その方が表現の自由に関して質問してくださったときに、特定秘密保護法も絡めて質問してくれました。で、内容としてはですね、人権規約の19条に絡めて、そこでその表現の自由に関して、人権規約委員会が、これまでの経験を踏まえて出した一般的意見というものがありまして、その一般的意見34というのを踏まえて、やはり今回の特定秘密法というのは、その規約上認められているですね、その表現の自由に対する制約にちゃんと収まるのかと、どうやってそのように規約上に認められている制限に収まるような保障をする制度があるのかというようなことを質問されていました。で、実際にですね、委員会からは総括所見というですね、勧告が出されるわけなんですけど、その中にこの秘密保護法のことも、1項目として含まれて、かなり詳しい勧告が出ていると思うんですが、その勧告の内容を紹介してください。はい、ですね、まず、韓国では、今回の特定秘密保護について、3点、問題点を指摘しております。1点目がですね、その定義が曖昧であると、広範であるということですね。で、2つ目が、その秘密指定の要件が抽象的であると。そして3つ目が、重い刑罰が定められていて、ジャーナリストですとか人権活動家に対して、萎縮効果を生じかねないということです。で、これらはですね、日本政府が、フォー議員の質問に対して答えた答弁において、対応しているというふうに考えていますけれども、一つ目はフォー議員はですね、特定有害活動とか、よくわからないものが含まれているということを言及されていたんですが、それに対して日本政府はですね、秘密の指定には3つの要件があるんだということで、1つが別表該当性と、2として、非公知性で、3つとして特段の秘匿の必要性というものがあるので、その恣意的意味はありませんというようなことを申していたわけですけれども、それに対して、そんな要件が、そもそも要件が抽象的であるし、
まあ、そういった要件が定められていても、あるいは例えば、刑罰には目的要件等ありますけれども、それでもやはり萎縮の恐れがあるということを国連が言ってくれたんだというふうに思います。まあ、この勧告が出たということも、僕自身もまあとてもまあ嬉しかったんですけども、やはり、まあ、我々市民団体のがもうこの法律が自由権規約の19条に反しているとか、まあ、ツアーネ原則にも反していると、そういうことを主張していたわけですけれども、まあ、それが自由権規約委員会という、まあ、世界で最も権威のある、ね、まあ、人権機関からはっきり、勧告の形で示されたと。でこれをちゃんと政府としては受け止めて対策を取らなければいけなくなった、まあ、そういう意味では非常に画期的なものだったんじゃないかというふうに思います。今後この勧告を受けて どういう活動に取り組む必要があると思ってますか？そうですね、まあ、これまで、日本政府はですね、この秘密保護法について研究する際に、まあ、こんな法律はどこの国でもあるんだと、まあ、国際的に見てもおかしいものじゃないというようなことを言ってたと思うんですけども、まあ、今回、まあ、自由権規約委員というのは自由権規約の締約国から選ばれた、まあ、専門家たちの各国の著名な専門家なわけですけども、まあ、その人たちがやっぱこの法律はおかしいと、問題点があるということを明言してくれたということだと思いますので、まあ、自信を持ってですね、やはりこの法律はおかしいんだということで、まあ、抜本的な見直しを求めるべきだというふうに思います。今まあ、パブリックコメントが、ある程度3つの法案について募集されてますけども、まあ、そもそも、まあ、その元となっている秘密保護に今回指摘されているような問題点があるんだということで、法律の、抜本的見直しをぜひ、求めていくべきだというふうに考えています。ありがとうございます。